金持ちが尊敬されるっていいう社会じゃないですからね父が吹上御所建設作業の際昭和天皇陛下にお声掛けいただきその後仕事で久子様の隣に座りお話しさせていただき数年前息子がある行事で天皇皇后両陛下にお声掛けいただきました私の家のような裕福でない家庭でも皇室と国民のつながりに日本人として生まれたことを幸せに感じておりますが本日取引先から来期の契約をしないとの通達を受けましたそうですか来期の契約をしないとそうですかでもお父様がね吹上御所建設作業吹上御所か昭和 天皇のお住まいですよねそれに従事してらして久子様の隣でお話しした素晴らしいですねご子息が両陛下にお声掛けいただいたという裕福でないっていうお話ありましたけども日本社会では裕福か裕福でないかっていうことは人間を 見る物差しとししとてて機能してないですねアメリカって金持ってる人が立派みたいな。貧乏人はなんかクズみたいな。そういうのってやっぱどうしてもやっぱりね、アメリカって弱肉強食の世界ですからあるんですけど、ヨーロッパもそうですよ。日本って金持ちが尊敬されるっていう社会じゃないですからね。いや、もちろんお金がないよりあった方がね、いいわけですけども、お金があるからといって尊敬されるような社会じゃないですよ。むしろそれは一つの物差しでしかなくて、やっぱね、例えばね、この吹き上げ交渉建設作業でっ、ね、やっぱりこの真面目に仕事をしているその姿がとっても神しいわけですよね。なのでこの生き 肩とか生き様とかね周りの人をね幸せにするかどうかとかそういうとこがやっぱり人間の価値をね見るんですよねなので裕福かどうかとかそこはあんま関係ないですよねそれが日本ですよですからこの天皇陛下もねもう本当にもう頂点にいらっしゃる方なんですけども本当わけ隔てなくね金持ちだからどうのとか裕福じゃないからどうのとかも、ま 全くないんですよ、ね、もう一思同人本当にこう等しくね見ていらっしゃるというねですから陛下のお姿を見るとやっぱり日本人のねこの価値観というかね美徳改めて素晴らしいなと思いますねありがとうございますでもちょっと困りましたね取引先から来季の契約しないって困りましたねなんとか乗り切っていただきたいと思いますけども。